I don't have a confidence to my pronunciation. すごく勉強になります。Hey, it's Hika, your English coach! 皆さん、こんにちは。2万人以上のビジネスパーソンに英語を教えてきた、ビズメイツの英語コーチのHikaです。こんにちは、生徒のキムです。ヒカさん、YouTube で Vlog とか、うん、日常系 の, その動画見るのすごい好きなんですけど、好きだよね。ヒカさんもなんか見たりするんですか？ああ、僕も見るよ。でも結構サバイバル系とかね。あ、頑張ってる方 の, その生活習慣とか、うん、それこそ英語学習者さんのなんか勉強法とか見て、私も普段すごい参考にしてるんですけれども、なんと今回は前回こちらの動画であのおにぎり料理対決、はい、コラボさせていただいた、あの、はい、おにぎりの魅力を世界で発信する黒井さん、今回は彼女の Vlog を見て、うん、英語学習のヒントをもらいたいなと思っております。お、彼女 Vlog 作ったんですか？そうなんですよ。見たい見たい。で、黒井さんはすっごい忙しいあのタレントさんなんですけど、はいはいはい、どうやって普段勉強してるのかなとすごい気になって、お母さんからもいろいろアドバイスもらえるということなので、じゃあ学ぶこといっぱいあると思いますので、はい、ぜひ最後まで見てみてください。はい。覚えるものではなくて、うん、やっぱり仕事してる中で気づくと先輩に教えてもらうっていうものだから、そうですよね。未だにやっぱり新しい、ちょうどいいんですよ、20分という時間って、はい、確かにその海外の方からって分かりましたね。はい、で雲が、雲が、雲が、ドラゴンボールみんなよく見てるから聞いてて、まあ、メイクとかご飯食べながら見るの結構いい時間なんですよね。あ、それこれやると、あ、そうそうそう、あ、違います違いますか。でも大事な人が、あ、着物も自分でやるんだね。そうですね、もうかなりプロフェッショナルだと思います。あ、難しいんだよね、これよくわかんないんですけど、この、ね、いろんな着物のルールとかね、はいはい、あ、でも笑ってる、なんか嬉しいですね、僕と西川の動画を、うん、ポケモンの頭2個いる。この着物のデザインっていうのは、これ結構トラディショナルカラーなんですかね、ちょっと今風なんですかね。トレンディーな、トレンディーな感じだね、なんかピンクとかね。そういえば前のこちらのおもてなしの動画のコメント見たら、皆さんすごいなんかお守りとか役に立ちましたとおっしゃっていただいて、本当にありがとうございます。で、その着物も確かにこう日本の伝統的な、その代表的なものだと思うんですけど、着物って日本の方から、海外の方にこう説明するときに、ヒカさんだったらどう英語で説明するんですか？まあ、私だったら This is a kimono。 やっぱり着物の世界って結構深いじゃないですか。そんな簡単に一言で説明できるわけじゃないですよ ね、はい、ただ着物っていう単語は結構世界中に広がっていて、普通の英語の辞書で聞くと出てくるんですよ。着物も相撲も寿司もね、うん、まあ、大体ね、多くの方は分かると思うんですけども、着物は traditional Japanese dress とかねから入って説明して、男性も女性も着れると、その違いとか、その着方の難しさとかですね、うん、そしてやっぱりあの外国の方には味わっていただきたいから、このお店でレンタルできるんですよみたいな紹介して。なるほど。着物は伝統的なあの日本の衣装です。 It's a traditional Japanese dress。 Oh, it's a traditional Japanese dress。 Yes, dress なんですね。 And it's worn by both men and women。 It is worn by both men and women。 Yes, and it takes many years of training and practice to properly wear a kimono。 Oh, many practice。 Yes, 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 lots of practice、so.And if you're interested, you could rent a kimono at this shop. If you are interested in kimono, you can rent a kimono in around their shop. そう。なるほどですね。そこまで説明できたら確かに。もう大喜びですよね。Really? Oh, こんな深いんだ。そして私着れるんだとかね。役に立ちました。はい。出かけるまでにちょっと時間があるので、この英語で日本文化の本を読みます。なんかこの本は私もたまにあのできる限り読もうとしてるんですけど、日本のそういうなんか茶道とかいろんな文化について英語と日本語の両方でなんか解説してくれてる、こういう風な本になります。なんかこれのいいところは、日本語で理解したことをなんかどう英語で表現したらいいんだろうっていう時に、はいはいはい、その両方を見比べながら両ページで読めるので、うん、すごく勉強になります。なので5分ぐらい読みます。
英語の本で勉強するのってどうですか、うん、効果的な勉強法ですか。いやいや、すごいいいと思いますよ。何がいいかっていうと、黒井さんは結構ね、いろんな外国の方とも会う機会があって、うん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 、そこでやっぱり日本の文化とか説明する場合があると思うんですよ、はい、そして彼女はそれを英語で表現しなければいけない、うん、そこに興味ある、仕事に関係する、そういう内容で勉強するっていうのはめちゃくちゃいいんですよ。全然興味ない本を読んで、ティムとトムがなんとかなんとかとかっていう話より、うん、自分の仕事に直接する興味あるものに勉強するっていうのはいいと思います。この本はバイリンガルですよね。日本語と英語。初心者の方でも、やっぱり日本語を一旦読んで内容を理解した上で英語を読むと、スラーって入りやすくなってくるんですよね。なので、新聞もそうなんですけども、自分が詳しいニュースだったら、英字新聞でも、なんとなく分かって読めちゃうんですよ、うんうん、でも全然自分も知らない内容を英語でこうやって読もうとしても分かんないんですよ、入ってこないんですよ。なるほどですね。そう、だから自分に興味あるものって勉強するっていうのは非常にいい勉強法だと私は思いますよね、うん、だから新聞を読もうが本を読もうがレベルの問題とかじゃなくて、自分が知りたい内容かどうか、テーマが大事ってことですよね。そうそう、テーマが大事です。 おっしゃる通りです。なるほど。でもなんかその初心者が特にそのなんか一人で勉強したいという方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、初心者におすすめのそういうなんかリーディング法とか、そういう勉強法ってありますか。まあいろんな本屋さん行くとあるんですけども、大体ね子どもの本とかなんですよね、うん、それだったらネットとか、まあ、YouTube とかで自分の興味のあるアーティストとか、例えばマドンナとか好きだったらマドンナの英語のインタビューとか聞いた方が、まあ初心者にとって聞き取れないかもしれないけど、好きな人とか好きな内容だったら自分から努力してもっと知ろうとすると思うので、それなりに入ってくると思いますけどね、うん、なるほど。そういう教材とかが別になくても自分から好きなことを考えてネットで探したら、うん、もういくらでも寝るってことですよね。そう、全然いいです。あと英語のレッスン受けるんだったら、やっぱり時々は自分が話したい内容で話すっていうのも大事なんですよ、うん、今日私これについて話したいから、うん、マドンナが好きだから、マドンナ好き、好きなの、そう、どの歌が好き、そう、そういい歌だよねみたいな、そうすると楽しくなるし、もっと喋ろうとするし、はいはい、そういうのもいいと思います。まあ、英会話レッスンだったら大体今日はこれをやるみたいな、その教材が決まってると思うんですけど、はいはいはい、今日はこの話について話したいという時にはどう伝えればいいですか、先生に。 Today I want to talk about Madonna. Is it okay if we talk about her? とかでいいと思います。ビズメイツではですね、フレキシブルにレッスンを受けるようになってますので、うん、アシストレッスンはそもそもフリートーキングですもんね。そうです、そういうレッスンもありますので、はい、ご安心してください。ぜひ好き教室に来ました。着物はもう着てるんですけど、独学で着ているので、今は着付け教室で着物を習ってます。ちょっと今日朝ごはんとってこねてお腹空いてるんですけど、2時間ぐらい着付けの教室で頑張って着たいと思います。行ってきまーす。着付けの教室が終わって、今からおにぎりを食べに行きたいと思います。またおにぎりですか。だっておにぎりのプロですよ。あ、まあ、そうだ、お腹ペコペコで何食べようかなと思いつつ向かっていきたいと思います。今日はお着物二重太鼓袋帯を使った帯をやったんですけど、結構難しくて苦戦中ですが、もっと上手くなれるように頑張りたいと思います。いいね。あ、あ、おいしそう。うまそう。おいしそう。こういう店もあるの。うわ、カフェなんだね。カフェで今から動画の編集をしようと思うんで、これから頑張ります。黒井さんは SNS アカウントでおにぎりの魅力を発信してるんですけど、うん、私もそれをちょこちょこ見てて、なんかすごいなと思ってたのが、うん、日本語なんですけど英語の字幕がつけてるんですよ。自分でやってんじゃんね。自分で、はい、自分で英語でもやってて、はい、もうなんかそれすごいなと思ったんですけど、それってなんか日記とかと結構似てるなと思ってます、うんうんうん、自分の思いを直接その英語で表現してみるのはすごい大事だなと思ってまして、はいはいはい、日記ってどうですか、独学としては。めちゃくちゃいいと思いますよ。自分がコントロールするっていうのが結構大事なんですよ、はいはいはい、でも英会話学校とか行っちゃうと何が起こるかっていうと、先生がコントロールしちゃうんですよね。教材があってレッスンのフローがあってこうやりますって、そして
受け身になっちゃうから、やっぱりもっと自分からこうアクティブに、うんうん、これやりたい、こうやるっていう学び方っていうのが一番良くて、うん、日記もやっぱり自分の、ね、生活のことを書くから、すごいいいと思います、うん。でも日記ってある程度英語力がないとちょっと難しいなと思ってるんですけど、うん、要するに自分が書いてるものが正しいかどうか分かんないんじゃないですか。うん、その時どう判別すればちょっと上達できるんですか、ライティングスキルとかが。いや、まあ、ライティングも会話も同じなんだけど、アウトプットなんですよ。自分で文章作らなきゃいけないから、うん、でも必ず書いたものはやっぱり誰かにチェックしてもらうっていうのが大事で、うん、見てもらうと、あ、ここ間違ってるよねっていう指摘されて、そこからよりレベルアップするっていうのがあれば全然いいと思います。なるほどですね、うん。まあ、最近はそのネットとかでもその全然その添削とかするサービスとかいっぱいありますので、うんうん、あと、まあ、うちのビズメイスでも先生がめちゃくちゃ添削してくれるので、皆さんにたまにこう出す前に一回一個見せたりするんですよ。グラマティカリーなんかインコレクトじゃないですかみたいなこう聞いたりするんですけど、うん、めちゃくちゃ丁寧にしてくれるんですよ、添削、はい、めちゃめちゃ助かってます。そうか、なんか最近上手くなったなと思って見てるんじゃないチェックしてもらってるんだね。もらってます。いや、大事ですよ、めちゃもうビズメイスフル活用してるんだ私。あ、うん、素晴らしい、はい、ここでお知らせです。動画の概要欄にある URL からビズメイツの公式 LINE 友達に登録して、簡単なアンケートに答えるだけでオリジナルフェイスブック10冊が無料でもらえます。ビジネスで覚えておきたい基本動詞名詞などの完全攻略ブック、選別品質英語フレーズブック4冊、英会話に必要な最低限のフレーズ150選など、すべて私ヒカが厳選した全部600選のフレーズブック10冊をプレゼントします。ぜひ見逃さずプレゼントを受け取って皆さんの英語学習にご活用ください。カフェで2時間ぐらい動画の編集をやったので、今から次の場所に向かおうと思います。ということで10分15分ぐらい歩きます。なんか今着物で歩いてるんですけど、一個なんか海外の方、海外から来た方と話せるポイントというか私の中であって、直接話しかけるのはすごい勇気がいるんですけど、なんか着物着てると海外の方が結構スマホで写真を撮ろうとしてくるので、そういった時にちょっと笑顔で撮るみたいな感じで言うと、そこから会話が生まれて、下から声かけてくる。なるほど、もうチャンスですよ、これ。着物のメリットがあります。そういえばですよね、はい、黒井さんまた別のチャンネルになるんですけど、海外のアーティストさんが日本に来るっていうことを聞いて、うん、自ら声かけに行ったんですよ。 Hello, this is Yumi. I'm here. Oh, hi, nice to meet you. I want to surprise you.その有名の人、そう、有名な人をわざわざ会って絵を描いてもらいたくて、で自らこう英語で話を書きに行ったんですよね、はいはい、もう着物着て、それがなんかもう素晴らしすぎて、うん、やっぱりチャンスで自分から作んなきゃならないなと思ってるんですよ、うん、でも相当勇気必要ですよね。そうだね、それすごいよね。普通の一般の観光客じゃなくて、うん、その人にプリーズドローみたいな感じで、私は素晴らしいじゃん。それめちゃくちゃ感動受けました。彼女はね、確かにね、ガッツがある子だなと思いましたね、はいはい、前受講生インタビューとか見てたら、はい、やっぱりこう社内でもビジネスチャンスは自分で手を挙げて作っていこうみたいな方が結構いらっしゃったので、うんうんうん、まあ、そういうことなのかなと思いましたね。そうそうそう、自分でそういう機会を作んないと、はい、うん、なので皆さんももし自分が英語にまだ自信がないと思ってても、とりあえず手を挙げてチャンスから作っていくのが大事だと私は思いましたので、はい、みんな一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。 OK、家に帰ってきて、今は22時半からのビズメイトのオンラインクラスを受けます。あ、そうなんですよ。もう黒井さん今でも毎日オンラインレッスン、ビズメイトのレッスン受けてるらしくて。 Hello. HiHi, my name is Keisha. What is your name? I'm Yumi. Please call me Yumi. Yumi, it's nice to meet you. Nice to meet you. How's your weekend? I ate many onigiri. This weekend.
おにぎりさすが。Is a rice for Japanese traditional food. This is my favorite food. ついじる、いい説明だ。そうなんですよ。そうなんですよ。けど、ここでちょっとまた教えていただきたい。おにぎりって英語で何と説明すればいいですか？いや、今彼女言った通りで。でも、traditional food ってめちゃめちゃあるんじゃないですか？確かに、traditional ってちょっと大枠だから、もうちょっと細かく言うには、例えば、僕だったら、はい、It's a bit like sushi.Oh, really? So it has raw fish? No, there's no raw fish.、Mm-hmm. But it's like a rice ball. Rice ball.、With something inside. Something inside. So some meat or fish or vegetables inside.、Mm-hmm. With seaweed wrapped around it. Oh, with seaweed、wrapped around it. So its shape is circle or circle, triangle? It's triangular.Triangular って何ですか？そうそう。Triangle は、名詞で、Triangular は形容詞だから、三角形ですと。ああ、なるほど。So, it's a bit like sushi っていうのも、まあ、わかりやすいかもしれないですね。そうそうそう。They're rice balls, it's traditional Japanese food, でも通じると思います。なるほど。Okay, and are you ready for today's lesson? Yes.Okay, so let's begin now. Today we're going to do lesson 3. Can you please read this question? Okay. Answer this question to set up the role play. Your trainer will refine your English as needed. So, I don't have a confidence to my pronunciation, so could you fix my pronunciation if my pronunciation is wrong? Okay, I'll fix your pronunciation if it's wrong. Thank you. Okay.まあ、そういうリクエストね、積極的にするっていうのはすごいいいことですね。プロナンセーション綺麗だけどね。We should consume more rice to support the farmer and increase rice production. That's why I'm doing kind of this activity to sharing many onigiri shop to by using Instagram, YouTube, TikTok, anything. Oh, wow.Nice. Oh, it's the name of this rice? Yes, the name of the rice. Oh, sure. Yes. I'm gonna try it. Yes, you should try it. It tastes good too. Thank you, Sherry. Okay. レッスンが終わりました。今日はなんかその自分の職業について説明したりとかどう伝えるかっていうレッスンだったんですけど、なんかすごい実際におにぎりの活動とかどうやって伝えるんだろうっていう時にすごい自分の知らなかったワードとかを整理してもらったりとか教えてもらったりとかして、実際にこれは使えるかもっていうことがいっぱいありました。すごいいいレッスンだったね。まあ一部だったんだけど、彼女が話したい内容にやっぱりちゃんと持ってって話してた、めちゃくちゃ大事なんですよ、教材あっていいんですけど、最後にはちゃんと自分の経験とか内容とか目的に合ってるものについてやっぱり話す、彼女それやってたので、すごくいいレッスンの活用方法だったと思いますね、あと私がすごい良かったなと思ったのが、オンラインレッスンに限らず、なんか海外の友達とか会えるんですよね、英語のカフェとか英語で話せる人とコールできる場とかで、あっても一緒だと思うんですけど、相手と共通点をこう探そうとするところが私すごい良かったなと思ってて、さっき黒井さん言ってたのが、なんかフィリピンに似てるお米とかありますかみたいな聞いてたので、もうそういう質問の方法とかあるんだよねって思いましたね。ただのレッスンじゃなくて、そのトレーナーともその先生との共通点探して、そこからまたスモールトークが始まるみたいな。そうですね、すごいいいなと思いました、そしてそういう情報っていうのは教材に載ってないからね。そうですよね。フィリピンの人がおにぎりを知ってるのかとか、売ってるのかとか、そんなのどこ読んでも分かんないから、そういう情報を聞けるとすごくなんか異文化コミュニケーションですもんね。異文化コミュニケーションになりますよね、すごい、ご活用いただいて嬉しいですね。はいはい。なんか今日の先生は私初めましてだったんですけど、普段はエマっていうなんかすごい優しい女の先生がいて、その先生となんか食べ物の話多めで、あのレッスンを受けることが多いです。明日はエマいるかな。あ、明日はエマのクラスを予約しました。ということで、お風呂に入ってゆっくり休もうと思います。おやすみなさい。
あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや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 。こんなに忙しい日常の中でも、いろいろ本当に自分から英語勉強しようとしたら、もういくらでもできますもんね。できますね、できますね。そしてやっぱりすごく自分に興味ある、自分がやっぱりこういう理由で英語勉強してるっていうのが、彼女ははっきり分かってるじゃないですか。それで勉強法もそこにちゃんと沿って、ね、ちょっとやってたよね、うん、本読むこともやっぱり自分が興味ある内容とかね、うんうん、自分が話したい内容に持ってったっていうことは素晴らしかったです、はい。まあ、でもやっぱり一番嬉しかったのは、まあ、忙しい中でいつでも時間と場所問わずできるオンライン英会話レッスン Bizmates だったら自分の職業とかに合わせてできるので、はい、皆様もし興味ありましたら、あと仕事で英語を使う必要がありましたら、Bizmates の無料体験レッスンを受けていただきますと大変幸いです。今日の動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。See you next time!